り上がりかけてないと思うんですよ。どういう感じ？厳しいんです。監督がこう采配を変えられないっていう、うん、それがすごく気になる。うわー、これはちょっときついね。もっとなんかこう言い合ったりとかさ、うん、俺たちすごかったね。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。今回は前園さんとのコラボ企画ということで、ありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろね、前園さんの方では、はい、ゲームをね、はい、やらせていただいてね、はい、対決したりとか、うん、まあ本当サッカーの話もね、いろいろあったんですけども、ね、うん、約前園さん2年ぶりの、あ、そうですよ。本当にありがとうございます。そうなんですよ。いや、でも見てますよ。あ、本当ですか。はい、いや、嬉しい。唯一チェックしてます、ね。あ、本当ですか。はい、他の選手のやつは全然チェックしてないですけど。チェックしてあげてくださいよ。まあ、そうですね。いや、だけど、ジョーチャンネルがね、はい、ちょうど本当に始まりますっていう時に、はい、ゾノさんに第一弾として出ていただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、うん、もうということで、もう久しぶりにね。そうですね、ショーチャンネルもね、ゾノ、はい、さんに。どうしたの、フーピーが丸ぼすりしてるんですよ。なんかチャンネルで見てたけど。そうなんですよ。僕と PK 対決に臨んできて、で PK 負けたら丸ぼすりするって言って、うん、なんでこう元プロに対してね、なんか自分が勝てるみたいな感じで、うん、ね、やってたんで。ワンチャンあるかなと思った。ワンチャンあると思った。まあ、そんなバカない。格闘技とかの、はいはいはい、よくあるじゃないですか。ワンチャンね。いや、ワンチャンプロに挑むんで、うん、ちょっとそういう企画でちょっとやっちゃった。いや、サッカーにワンチャンは特に PK とかないですよ。我々はもう絶対外さないというかね。そう、だから岡野さんもこの間ね、ちょっと来てもらって、ね、そうで、岡野さんにも僕は PK 対決を望んだんで、だからもうちょっと髪の毛伸びてきたら、うん、PK 対決やってまたこう丸坊主という。なるほど。そう、いや、俺らにしたらあれ坊主じゃないのよ。いや、そうでしょ、高校時代でしょ、うん、だからあれさ、こう歯を歯取って、取ってね、話でまず行って。そうですよね、我々時代の五輪ね。五輪ね、そうですよね。その後 T 字で行っていかないと。いや、そうそう、 T 字ほらこの辺言ったでしょ、うん、だから次はそういう風にしてもらわなきゃ、うん、ねえ、うん、だから機会があったら、そうですね、また前園さんにもちょっとね、ぜひぜひ、ね、PK 対決してもらって、うん、ゾノさんがさっき言ってたんですけど、うん、僕もゾノさんにはゴルフ勝てそうな気がするんですよ。いや、まあまあまあ、出た。まあまあ、それもゾノさん、マミギン出てましたからね。もうちゃんと見てますから。だけど、ね、あのショットは。いや、だけど、はい、だけどね、フルピーも出てるよ。いや、出てますけど、いや、でもね、マミギンとなるんですよ。よく見てるね。そう、見てる見てる。すっごいずっと研究してるからね。研究してんだ。まあ、そういう機会があればぜひ ね、 ね。いや、ぜひぜひやりたいですよ。すね、うん、今日本題ちょっと本題行こうよ。早くね、もう時間ないんだから。そうなんですよ。本題は、はい、カタールワールドカップ。もういよいよですから。ね、ちょっとお二人に、はい、ちょっとカタールワールドカップの日本戦も含めてですね、はい、うん、聞いてみたいなと思いまして。確かに始まるね、はい、始まるね。まずは初戦11月23日。なんかさ、ちょっとカタールなんだけどワールドカップって盛り上がりかけてないよ。ちょっとそうだ ね、 ね、ちょっとね。そうだから、うちもいろいろチャンネルでやってるんだけど、はい、でもなんかちょっと世の中のあれがワールドカップに向いてないというか、うん、だからちょっとあまり期待されてないような感じもあるんだけど、うん、まあ一応サッカーの世界にいるわけじゃないですか、はいはい、だからちょっとね、その本音をちょっと聞きたいなと思うから、はい、なるほど、ね、予選、まあ、ドイツ、はい、ね、スペイン、コスタリカという感じですけど、はい、初戦ドイツ、うん、どういう感じ。厳しいです。厳しい、まあ、やっぱり来たね。厳しい、忖度なしだから、はい、うん、厳しい。まあ 8-2 ですよ、うんうんうん、日本が2ですよ。まあ、それをどういうふうにこう戦い方含めてやっていくかという問題ですけど、うん、まあ、ほら、庄司も分かってるように、これまでも初戦落としたら、勝ち点取ってなかったらもう上がれてないんですよ、これまでのワールドカップ。そうだね。そうでしょ、はい、しかもドイツ、前大会予選グループリーグ落としてますよね、うん、そうですね。だから今回は初戦から僕はもう 100% で来ると思います。うん、だそれに対して、うん、じゃあどうするかってことですけど、うん、俺ね、もう理想は捨てて、うん、ある程度前半 0-0、うん、で守備的な選手も入れながら、うん、で運動量で勝って、うん、で後半選手入れ替えながら戦っていく、うん、もうそれしか正直ないと思うよ。うん、まあ、前大会はさ、うん、まあ、なんかハプニングが起きたから。ああ、まあそうですね、うん、PK 退場みたいな、はい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 、あれがあったからいいけども、うんうんうん、ちょっとその五分五分でガチでやったら勝てるイメージは正直ない。ない、うん、ないんですよ。うん、どう？いや、僕もないと思いますね。はっきり言ってね。いや、厳しいと思う、本当に。うんうん、だけど、あのアトランタを思い出して、うん、はい、アトランタ、ブラジル戦、大人と子供のやっぱりレベルの差があった。うん、でも そこまでは今そこまではないと思うね。
だからだったら、まあ、俺たちやっぱ攻めたかったし、はい、あれだけどやっぱり守備的にまず入ろうと、はい、まあ、とにかく勝ち点を取るためには守備的に固める、はい、だからその言った通りもうドイツだしやっぱりすごくやっぱりこう丁寧に戦ってくると思うんだよね、うん、そしたらしっかり守りきる前半、うん、ね、で後半も本当守りながらワンチャンスあればいいんじゃないかなと。だから勝ち点3なんていらないし、はい、1でいいわけだから、うん、そういう狙い方した方が俺いいかな。先に点取られると多分厳しいと思う、うん、いや厳しいよ絶対厳しい。あとは、うん、まあちょっとブンデス、まあそのメンバーがどういうメンバーになるか分かんないですけど、うん、ブンデスで戦ってる選手がたくさんいるから日頃、うん、まあバイエルン中心とかあの辺りやってるし、うん、免疫ある程度できてると思うんですよ。まあまあそうですね、うん、そういう選手をしっかり僕はもう使っていくっていうか入れた方が俺はいいと思う。逆に言うと分かってるからね、リーグの戦い方もそうだしね、選手のね特徴も。そう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 、あ確かに。だからまあ初戦、うん、そうだね、ここがポイント、まあ一つ本当に大きなポイントだと思いますね。あとはまあちょっとこれはもうまたその批判とかじゃないですよ、うん、それもやっぱりこれまでの戦いの中でも、うん、一番やっぱ俺気になってるのは、うん、ある程度のもうシステムも決めながら、うん、そこの選手だけをこう入れ替えてるっていうのが大きいなんですよ、うんうんうん、確かに、うんうん、だからそれ何かというと試合中の状況に応じて監督がこう采配を変えられないっていう、うん、それがすごく気になる、うん、まあそうだね、あの疲れたら変える、うん、ちょっとダメだったらうまく機能しなかったらそこに選手その選手のポジションだけを変えるとか、うん、それがちょっと俺は気になってるから、 ね、その起きた現象でライブで変えられてないのがちょっと気になるんです。うん、確かにそれはあると思う、うん、俺も。いやだから森保さんはもちろんいろいろ考え方があるんだろうけど、はい、でも実際に私たちもサッカーやってきてていろ、うん、んなことをやっぱり見ると、はい、ここでただの選手の入れ替えしても意味ないよね、うん、でね、だったらここのポジションをちょっと変えてとかシステムを少し変えてこういう形で対応していこうとか、うん、でこの選手入れたらじゃあここでもっとうまくいくんじゃないかとかね、はい、そういうのが今までないんだよね。ないんですよ。そうなの。だから0-3 で負けたチュニジアでしょ、はい、0-3、まあ、ブラジルに負けたってなるけど、うんうん、あの後チュニジアに0-3負けた試合も、うん、遠藤航が、まあ、中心だからガツガツ狙われたわけですよ、うんうんうん、中盤で。中盤じゃなくてあいつはほらクラブチームでさ出ガードときます、まあ、今はちょっとインサイドハーフやってるけど、うん、最終ラインまで降りてそこでボール受けて、うん、でディフェンスがこう3枚になってとかやってたのに、うん、それを固くなにあの真ん中から動かなかったんですよ、ね、うん、でまあ本人が、まあ、自分でやればよかったんだけど監督の指示ないのかなと思って、うん、実はその後、うん、森保さんに会ったんですよ、うんうんうん、ちょっとイベントで、うん、ゾノあの外から見ててどうって聞かれたから、うん、そのこと言ったんですよ、うんうんうん、それもその試合から3週間ぐらい経ってたんですよ、うん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 、で渡るのとこあそこすごい狙われてたし、うん、あいつまあ疲れてたじゃない、うんうんうん、まあ、ちょっと降りて前向いた状態でさばけばちょっとプレッシャーも回避できたんじゃないですかって言ったら、うんうん、ちょうどそれ今日スタッフでミーティングしたんだよって言ってた。え3週間経ってからうんと思って、おおそうかと思って今かと思って、今じゃなくてあれはやっぱり試合中にその場で修正してほしいんですよ。そうだね、いやそれそうですよ。もしくはもうそういう風になったら、うん、選手に任せて選手そこ窮屈だったら自分で降りてきていいよぐらいにしといた方がいいんじゃないかなと思ったから、うんうん、それはすっごいその時にうんって思った、もう最近一番うんって思った。3週間経ってから。そうなんですよ、それスタッフで今日ミーティングしたばっかりっていう。あそう、うわこれはちょっときついね。なんとなくそのポジションをただ入れ替えるのと、うん、あとは前にも庄司なんかと話したけど、うん、その組み合わせ大事じゃない、うん、大事大事、そこのこう2人3人の関係性みたいな、うんうん、なんかそれもあんまりうまくこう機能してないんじゃないかなっていうのもちょっとある、うんうん、確かにね。いやそれはさ、もちろん監督のさ配置もそうだし、そうだよ、選手同士もあるじゃない。ある。だから俺は思うんだけど、うん、まあ監督ももちろんね、そういう戦術的なことがうまくいかない、はい、で選手も、うん、やっぱ練習見に行っても、うん、ほとんど会話しないし、うん、もっとなんかこう言い合ったりとかさ、うん、要求するじゃない。俺らがすごかったもんね。そう、すごかった。右に出るのか左に出るのかだけでもこれでも違ったのに、うん、しないんだよね、うん、なんとなくやって、でどっかで話してるんだろうけど、はい、その現場ではあんまり見かけないのよ、うん、そうなると俺は絶対コンビネーションとかも絶対うまくいかないと思うし、うん、昔すごかったじゃん、超うるさかったでしょ、うん、練習の中でその起きた時にもう今こうだこうだよっていうね、そう後じゃなくて、ね、そうここのタイミングじゃねえとか、う
こういう感じで出せとかさ、いろいろあったんだけど、うん、今それが見られないから、だから選手もやっぱりちょっとやっぱりそういうところ突き詰められなくなってきてるような気がするんだよね。だからそれは協会が、まあ、環境をそうにしちゃってるのか、まあ、それとも監督がもっとそういうふうに話せって言わないのか、あ、縛りつけちゃったらもうそれでおしまいだし、まあ、だから監督も選手もやっぱりどっちも俺ちょっとなんかうまくいってないような気がするね。でももうって言ってもなんだかんだで、あともうワールドカップ前に2試合だけでしょ、まあ、まあ、一応確実に決まる、まあ、直前にあるかないかだけども、もうだからもうある程度メンバーも多分次の時は絞って、そう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 、でこのメンバー選考もさ、もう早く決めろって話なんだよねもうあんだけやったからある程度分かってるでしょ、そう、もう分かってるでしょ、そう、だから選手もそうじゃないですか、はい、結局入れるか入れないかとかさ、いろいろあるじゃない、うん、だからそうなった時もう決めればいいんだよ、もう、うん、先に決めて、じゃあこれでじゃあどうしようって決めていけば時間あるじゃないですか、はい、2試合しかないけど今のところは、うんうん、だけどいろんなミーティングとかいろんなこと今できるじゃないですか、はい、ね、選手の分析もそうだし、だったらそこにすればいいんだけど、うん、結局ギリギリまでこうやって遅い発表だったら分かんないじゃないですか、うん、分かんないね、だから俺これもちょっとね、まあ協会もそうだし含めておかしいんじゃないかなと思うんで、まあ、ある程度早めに分かってた選手たちもね、そう、うん、でそこに対してやっぱコンディション作りもやっぱあるでしょ、しそこが俺は多分プラス材料になるんじゃないかなと思うんだけど、それをしないね、うん、まあ協会が悪いのかね、田島さんが悪いのか分かんないけどそうね、うん、だけどそういうのも踏まえて本当にワールドカップ取りに行くんだったら、はい、いろんなことを改革しないと、うん、ちょっと森保ジャパンじゃやっぱりこうこんだけなかなかみんなにも注目されなくなってきてるっていうのもあると思うね。だからまあもちろん勝ってくれればいいけど、これでちょっと初戦落としたりしたら、この今もう何ヶ月 ?3、4ヶ月でしょ、うん、3ヶ月ぐらいか、うん、ちょっと盛り上がりが心配なのはあるよね。いや、そうだからサッカーを本当に離れていく人がたくさん多いと思うね、うん、あ、そうなので、だからそういうところはね、うん、あ、どうすんのか、うん、なんか変な人がいましたね、うん、なんかね先輩違うよね、まあ、先輩じゃないか、後輩でしょ、あれ、うん、なんか俺ね、この間ね、なんかゴルフ場で見かけたんですよ、うん、そう、ゴルフ場でたまたま会ったの、そうそう、ゴルフ場の方なんです。いや、でも、あの方ゴルフめちゃめちゃ上手くなってて、いや俺番組見てんだけど、めっちゃ上手い、いや、めちゃめちゃ上手くなったんですよ、で、いい番組出てんだよ、またまたね、うん、すいません、ちょっとこれ絵には入れないすいません、また別でね、また別でですね、まあちょっとでもなんだかんだ言って盛り上げないといけない部分はあるから、そうだから初戦は賛否ある中で、そう頑張ってもらってね、うん、でも期待はしてますからね、絶対ね、もちろん勝ってほしいし、うん、そうなればぜひ頑張ってもらって、うん、今のお話をやっぱちょっと本当に見てもらいたいですよね、代表スタッフの方にも。だからやっぱりドイツはやっぱり失点したら確かに厳しそうじゃないですか、うん、厳しい厳しい、さっきゾウさんが言った通り、やっぱりブンデスでやってるメンバーがどれだけこう、うん、みんなとコミュニケーションを取るか、はい、結構大事だと思うんですけど、大事大事、本当にやってほしいですよね、やってほしい、ね、いや本当にやってほしいしね、はい、まあ、だからもう本当に選手には期待しかない、俺たちも選手は手抜いてるわけじゃないから、もちろん、そうだけどやっぱり指導者ね、監督がやっぱりどう舵取るのか、うん、俺が責任取るからやれっていうぐらいの監督だった方が絶対いいよね、うん、そうじゃないとやっぱりうまくいかないかなっていう気もするよね、はい、で初戦落とすともうないと思ってるから俺は、うん、本当に、うん、だからそれぐらいの気持ちで、そうだね、うん、だって勝ち点4は絶対必要でしょ、うん、突破するにはね、うん、あと得失点が絡んできたりするから、はい、だからドイツで本当に1取れれば万々歳だよね、次で3、そう次で3ですね、でスペインで、はい、スペインも結構追い詰められると意外に弱いからね、うん、精神的に結構弱い選手が多いから、うん、だからそうなると面白くなるかなって気がする、スペインもだから一時期のあの本当にこう世界でトップいたチームとはまた違うから、まあ、違う、チャンスなくもチャンスなくない、絶対だ、初戦がフルスペインだったら勝ち点差あったかもしれないと思ってて、だけど3戦目だからね、ドイツは今回は硬くくると思うよ、いや来るよね、前回の失態があるからね、まあ、そうですね、前回本当にその1戦目をねぜひ注目して、そうですね、ね、頑張ってほしいな、まあまあ、だからあとはまたメンバー発表も含めて、そうだね、はい、だからそこでどういうサッカーになるかっていうのが、ね、うん、そうですね、ありますね、はい、またちょっと見ていきたいと思いますね、まあ、ぜひあのお二人にもあのベリアとかで日本代表盛り上げていただきたいなと思います、ゴルフもね、はい、ゴルフもゴルフだよ、あ、うん、ゴルフも盛り上げるもんね、ゴルフもゴルフ行きましょう、ゴルフも、はい、サッカーもゴルフも、サッカーもゴルフも、はい、よろしくお願いします、はい、はい、はいはい、それでは皆さんまた、はい、どうぞ。最後までご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録よろしくお願いします。